ね、ガードでさ、文ちゃんのさ、ファミリータとさ、ファミリータ。ファミリータ、毛抜くやつと、あの、シャンプー持ってきて。どこにあるの？ファミリータ、文ちゃんの道具入れにある。シャンプーは、多分シャンプー、お母が直したと思うけど。なんだね、ファミリータって。ファミリータ、自分で取る。じゃ、文ちゃん、お風呂入ろっか。ね、本当ね。 まだまだ本当はもうちょっと粘ろうかと思ってたんだけど、ママがあまりにも文ちゃん臭いからお風呂入れてて文句言うから、お風呂入りましょう。文ちゃん意を決してお風呂入りましょう。先にブラッシングしようね。じゃあ利口さんだから、利口さんだから大丈夫だね。よいしょ。 だいぶね、もう冬だから、あの夏の毛がだいぶ抜けかけてきて、もう寒毛期だね。なんか毎度のことだけど、多分ね、あの密室だから音がすごい大きく聞こえると思うんだけど、全然そんな力入れてないから安心してねっていう前置きね。 あとハスキーはね、毛が厚いのと皮下脂肪がすごいから、正味ね、力入れてもそんな問題ないんだけどね。力入れすぎたらもちろんよくないけど、見えるかな、この抜け毛。結構すごい感じ。抜け毛取ってこない。 ブラッシングはね、このね、何だっけ、タングルティーザーっていうブラッシュのやつ使ってるんだけど、髪毛はね、やっぱりファミリータより効率いいね。で、ファミリータ結構抜けすぎちゃうから、朝抜け毛が、毛が薄いワンちゃんはやっぱりタングルティーザーとかの方がいいと思うよ。まあ、わかんない、うち毛が薄いワンちゃんのブラッシングしたことないから、これちょっと知った限りだから、あんま参考にしないでほしいんだけど。 今日ブラッシング終わりね。次シャンプーしよう。まあ、抜け毛自体はこんくらいかな。春の汗毛期に比べたら全然そうでもないね。まあ秋はね、春に比べたら抜ける量少ないってのもあるけど、あとちょいちょいね、抜け毛奪い取ってたから、うちがブラッシングで、まあ、こんなもんだね。じゃあ次シャンプーしよっかぶ。はい、ブラッシングお疲れ様。